ユナイテッド・ニュージャージー鉄道運河は、ペンシルバニア鉄道網のうち、ニュージャージー州内やニューヨークへ通じる本線を運行していた会社である。現在のアムトラックの北東回廊の一部である。1872年以前は、カムデンアンボイ鉄道という名前で、ニュージャージー州では最初の鉄道で、アメリカ合衆国内でも初期の鉄道会社であった。また、 ニュージャージー鉄道は、ニュージャージー州のザッパリセーズを横断する最初の鉄道であった。カムデンアンボイ鉄道は、今日保存されており走ることができる世界で最も古い蒸気機関車であるジョンブルを最初に購入、運行した会社であった。またカムデンアンボイ鉄道にとって、初期のライバルであったデラウェアラリタンン河も、後にこの会社の一部となっている。 ユナイテッドニュージャージー鉄道運河とフィラデルフィアトレントン鉄道の地図アメリカ合衆国で最初の鉄道路線の特許は1815年2月6日にニュージャージー鉄道を代表するジョン・スティーブンス及びその他の人間に出された。これはターンパイクの特許をもとにしており会社がニューブランズウィックとトレントンの間に鉄道を建設することを認め これ以降の鉄道特許のモデルとなった。実際にはこの会社は何も建設しなかったが、この考えは後に1832年に特許を受けたニュージャージー鉄道へと発展した。ジョンブルの1831年当時のヨースカムデンアンボイ鉄道は、競合するデラウェアラリタウンガとの妥協に達した後、両者同時に1830年2月4日に特許を 受けた。カムデンアンボイ鉄道及びデラウェアラリタン運河は、フィラデルフィアに通じるデラウェア川とニューヨークへ通じるラリタン川を結ぶという、同じ目標を持っていた。デラウェアラリタン運河は、当初のカムデンアンボイ鉄道より西側に建設され、デラウェア川からトレントンで出発し、おおむね北東へ伸びてラリタン川沿いのニューブランズウィックに到達していた。 一方当初のカムデンアンボイ鉄道はフィラデルフィアとデラウェア川を挟んで対岸にあるカムデンを出発しラリタン湾に面するサウスアンボイへと到達していたロバート・スティーブンスは1830年代から1840年代にかけてのカムデンアンボイ鉄道の社長であったカムデンアンボイ鉄道は1830年4月28日に カムデンで設立され、6月16日から測量が開始された。鉄道は新しい発明であったので、機場や機関車はイギリスから購入された。建設工事はデラウェア川沿いのボーデンタウンにおいて1830年12月4日に開始され、建設工事は大ね馬車を用いて行われた。最初の蒸気機関車、ジョンブルは、 ボーデンタウンに1831年9月4日に到着し、11月12日に初めて試験された。ボーデンタウン近郊のスチュワーツポントワーフから北へ、ハイズタウンまでの最初の区間は1832年10月1日に開通し、当初は馬が牽引して運行された。フィラデルフィアとニューヨークの間は蒸気船が運行されており、 また、ハイツタウンとサウスワンボイの間では、駅馬車が用いられていた。この旅行は3ドルの費用がかかり、9時間30分かけて走り、これは、他の経路より1から2時間程度早かった。サウスワンボイまでの残りの区間は12月17日に開通し、駅馬車への乗り換えがなくなったが、間もなく12月27日にデラウェア川が凍結し、 ボーデンタウニーナンで、駅馬車の運行が必要になった。貨物営業は1833年1月24日から開始された。ジョンブルを利用した蒸気機関車の定期運行は、この年の9月9日より開始された。それから2ヶ月も経たないうちに、脱線事故を起こして2人が死亡した。旅客の死亡を伴う鉄道事故としては、アメリカで記録に残る。 最初のものである。1833年の秋、南にデランコ軍区まで延長され、カムデンまでの全線は1834年12月19日に開通した。1832年3月7日、ニュージャージー鉄道がカムデンアンボイ鉄道にほぼ並行して、よりニューヨークに近いジャージーシティを起点として、路線の特許を受けた。 しかし、カムデンアンボイ鉄道側の働きかけにより、南はニューブランズウィックまでに制限された。カムデンアンボイ鉄道は、ニューブランズウィックから南へ、スポッツウッドまでの区間を建設することになった。1836年にフィラデルフィアトレントン、鉄道と提携したことにより、スポッツウッドの代わりにトレントンまでになった。1832年11月、 ニュージャージー鉄道は競争によって発生する問題を回避するためニューアークの東で計画路線に並行していたニューアークターンパイクの支配権を握ったニューアークから南へニューブランズウィックまで通じていた SX& ミドルセックスターンパイクの株式は1833年4月6日に買収した路線の大部分はこのターンパイクに直接沿って 建設された。当初計画された路線は、パセイク川をセンターストリート橋で渡り、パークプレイスとブロードストリートに沿って南へカーブして、直接ターンパイクへ通じていた。橋の西側から視線が川に沿って南へ分岐し、その後南西へブロードストリートの南端で本線へ接続するようになっていたが、こちらが本線となって計画されていた。 ブロードストリートに沿った路線は実際には建設されなかった。カムデンアンボイ鉄道3号客車1836年製アメリカが衆中国で現存する客車のうち2番目に古い1833年11月24日にニュージャージー鉄道は脅威を排除するためにパセイク川及び発見サック川に架かる橋を独占していたプロプイエターズオブザ ブリッジズ・オーバー・ザ・リバーズ・パセイク発見サックを買収した。1852年頃、ニュージャージー鉄道は、パセイク側及び発見サック側の独占を守るために、1849年設立のニューアーク・プランクロードフェリーを買収した。ニュージャージー鉄道の定期運行は、 バーゲンヒルの仮設線路を使用してニューアークとジャージーシティの間で1834年9月15日に開始された。エリザベスまでの延長区間はブロードストリート南端からのターンパイクを利用して1835年12月21日に開通した。ラーウェイまでの運行はやはりエリザベスの南からターンパイクに沿って 1836年1月1日に開始された。1月11日までは、機関車はニューアーク以南のみで使用されたが、それ以降もニューアーク伊島ではバリキ運行がいくらか継続された。7月11日にニューブランズウィックの東で路線が開通し、残りの区間へは乗り合い馬車に接続していた。これには、いずれに異北でターンパイクが使用された。 1836年9月8日、ニュージャージー鉄道は、ラリタン側の都下を独占をしていた、ニューブランズウィック協梁会社の過半数の株式を買収した。ラリタン側に架か,かる鉄道が上、道路が下の2階建ての橋は1837年10月31日に開通し、ニュージャージー鉄道は、ニューブランズウィックへ到達した。 ニューブランズウィック橋梁会社は八百三十八年五月七日に橋の下部の道路で通行料金を徴収することを認可された。古い七百九十五年完成のオルバニーストリート橋は八百四十九年に撤去されたが、後に再建された。1九百年頃のジャージーシティのターミナル駅の地図、ジャージーシティとニューブランズウィックと結ぶ路線で最後に、 完成となるバーゲンヒルの霧道区間は1838年1月22日に開通し、それまでの丘を越える仮設線路を置き換えて、馬力の使用が終了した。1837年3月15日にカムデンアンボイ鉄道の路線特許に追加が認められ、ニュージャージー鉄道と接続するニューブランズウィックへの視線を トレントンを通過してロアートレントン橋及びフィラデルフィアトレントン鉄道と接続するためにスポッツウッドではなくボーデンタウンから分岐させることになった。この路線の一部はデラウェアラリタウンガやニューブランズウィックトレントンターンパイクに沿って建設することができた。この支線の建設はデラウェアラリタウンガの東岸にボーデンタウンと トレントンの間で1837年9月に開始された。支線の最初の区間は1838年4月4日に開通した。ニューブランズウィックまでの延長工事はその年の6月に開始され、1839年1月1日に開通した。この支線はトレントンから北東へ運河の東岸に沿って続けられ、キングストンで運河から分かれて、 地方を横断して、ニューブランズウィックの南西にある、ミルストンジャンクションへと至っていた。同日、ニュージャージー鉄道は、ニューブランズウィックとミルストンジャンクションの間を完成させた。ニュージャージー鉄道はこの経路の3分の1を形成していたが、フィラデルフィアとニューヨークを5時間30分で結ぶ、この共同運行の収入の6分の1のみを得られる、だけであった。 1841年には、トレントンにおいて、デラウェアラリタウンガに架かる橋により、フィラデルフィアトレントン鉄道と、カムデンアンボイ鉄道のトレントン支線の間が接続され、フィラデルフィアとジャージーシティの間の通し、運行が可能となった。しかしフィラデルフィアトレントン鉄道の、フィラデルフィアにおける、ケンジントン駅は、市街中心部から離れていたため、 本土の輸送は以前として、カムデン経由であった。1854年5月31日、カムデンアンボイ鉄道は、デラウェアラリタン運河の岸を走る、現行線の路盤状況が良くないため、トレントン市線のトレントンと、リーンズポンドの間で線路を付け替えることにした。新線が通らないことになるプリンストニへの連絡として、木道が建設された。 トレントンで運河の下をくぐって、新線とフィラデルフィアトレントン鉄道を結ぶトンネルは1860年3月に完成した。新線の建設は1862年10月に開始された。新線でトレントンにあるクリントンストリート駅は1863年4月20日に開業し、これまでのステートストリート駅を置き換えた。新しいトンネルを通る。 最初の列車は1863年10月5日に走り、新線は11月23日に開通して、これにより、ニューヨークとトレントンの間の所要時間は2時間30分に短縮された。1864年9月には、新線の2番目の線路が開通したが、急線は南港の貨物用に残された。 プリンストン支線は1865年5月29日に開通し、この日から急線での旅客列車の運行が中止された。トレントンとプリンストンの間の急線は7月に撤去され、トレントン側の一部は事業用に一部残された。プリンストンから北へキングストンまでの区間は、プリンストン支線における貨物営業の開始を待って9月に撤去され、キングストンより 北の区間は、ロッキーヒル鉄道への接続のために残された。初期のニュージャージー鉄道と緊密に結ばれていたのが、後に、エリー鉄道の本線となった、パターソンハドソンリバー鉄道であった。パターソンハドソンリバー鉄道は1833年6月に、ザ・パリーセーズより、西側で、マリオンジャンクションまで路線を建設し、マリオンジャンクションからは、 ハドソン川までの残りの区間をニュージャージー鉄道のバーゲンヒルカットオフを利用することで合意した。パターソンハドソンリバー鉄道はニュージャージー鉄道のどの区間の開通よりも早く1833年11月29日に開通し、当面はニューアークターンパイクを走る駅馬車でハドソン川へ連絡していた。 線路使用権の契約が1834年10月10日に結ばれ、パターソンハドソンリバー鉄道のジャージーシティまでの運行は10月20日に開始された。ロングドックトンネルが1861年4月15日に開通したことで、当時すでにエリー鉄道の一部となっていた。パターソンハドソンリバー鉄道は、ハドソン川まで独自の路線を確保した。 ニュージャージー鉄道と同様に関わりがあったのは、モーリスエセックス鉄道、後のデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の本線であった。1836年10月21日に、ニュージャージー鉄道は、モーリスエセックス鉄道の旅客、貨物をニューアークとジャージーシティの間で輸送することに合意し、11月19日に開始された。 ニュージャージー鉄道のハリソンで合流する新しい路線は1854年8月5日に開通した。1863年10月14日にモーリスエセックス鉄道はロングドックトンネルの使用を開始した。セントラルレールロード・オブ・ニュージャージーもまた、1864年8月1日に自社の路線が開通するまでの間、ニュージャージー鉄道の線路をエリザベスから ジャージーシティまで使用していた。カムデンアンボイ鉄道はニューヨークとフィラデルフィアを結ぶ輸送の独占を法的な手段で守ろうとした。この独占は法律に守られた独占の期限が切れた7年後の1876年5月1日にナショナル鉄道の開通でついに破られることになった。1831年1月19日にニュージャージー州は デラウェアラリタン運河の特許の補足条項を制定し、運河に沿って鉄道の建設を認めた。しかしこの件はすぐにカムデンアンボイ鉄道とデラウェアラリタン運河の連合体によって議論の的になった。1831年2月15日にカムデンアンボイ鉄道とデラウェアラリタン運河は合同会社となり、重要な意思決定はすべて合同の。 取締役会によってなされ、株式も統合された。1831年2月4日に、週2000に株を割り当てることと引き換えに、カムデンアンボイ鉄道から3マイル以内の場所に建設される、鉄道を9年間禁じる、独占権を与える法律が通過した。1832年3月2日に通過した、保護法では、この権利を、 ニューヨーク・フィラデルフィア間のニュージャージー州を横断する輸送に関しての独占に拡大してカムデンアンボイ鉄道とデラウェアラリタン運河の合同会社に与えた。1854年3月16日、この排他的な権利はカムデンアンボイ鉄道がウェストジャージー鉄道など他の鉄道会社を支援し、また本線を複線化することを条件として、 1869年1月1日まで延長された。1835年の夏に、ロバート・ストックトンは、トレントン・デラウェア橋及びフィラデルフィアトレントン、鉄道の株式を購入して支配権を握り、カムデンアンボイ鉄道との競争や、ニューブランズウィックで、ニュージャージー鉄道と接続するための法的な闘争を終わらせようとした。10月12日に、 カムデンアンボイ鉄道とデラウェアラリタウンガの合同取締役会はフィラデルフィアトレントン鉄道の買収を承認し契約は11月11日に署名されこれによりフィラデルフィアトレントン鉄道はトレントンとニューヨークの間のすべての輸送をカムデンアンボイ鉄道経由で行うことになった1836年1月12日に フィラデルフィアトレントン鉄道の取締役会に、カムデンアンボイ鉄道派の人間が選ばれ、さらに6月1日に、これらの3社の株式は安分されることになった。1862年9月1日、ラリタンデラウェアベイ鉄道及びカムデンアトランティック鉄道、そしてラリタンデラウェアベイ鉄道の北端のポートモンマスから、蒸気船で、 ニューヨークへ連絡して、競合相手となる運行が開始された。この共通の脅威の出現に対して、カムデンアンボイ鉄道及び、ニュージャージー鉄道は、より緊密に協力するようになり、10月1日に協定が結ばれた。後にセントラルレールロードオブニュージャージーの一部となる、ニューアークニューヨーク鉄道は1869年7月に開通し、ニューアークより、 東の区間で、ニュージャージー鉄道に対する共同相手となった。散々の論争の末、1867年2月1日に、カムデンアンボイ鉄道とニュージャージー鉄道は、非公式に、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河会社として、連合した。ペンシルバニア鉄道は、この連合の仮受け契約を1871年5月15日に、承認し、 ユナイテッドニュージャージー鉄道運河側も5月19日に承認した。この借り受けは12月1日付で実施され、7月1日に遡って効力があるものとされた。1872年5月18日にカムデンアンボイ鉄道、デラウェアラリタン運河、ニュージャージー鉄道は合併し、正式にユナイテッドニュージャージー鉄道運河会社となった。 この新しい会社は2つの部門からなっており、ニューヨーク支社はニュージャージー鉄道とカムデンアンボイ鉄道のトレイントン支線からフィラデルフィアまでで構成され、一方アンボイ支社は本来のカムデンアンボイ鉄道の本線で構成された。1968年にペンシルバニア鉄道はニューヨークセントラル鉄道と合併してペンセントラル鉄道となった。インフレーション。 経営のまずさ、異常に厳しい天候、政府が保障していた2億ドルの運営資金の撤回などにより1970年に、ペンセントラル鉄道は倒産保護の申請へと至った。ペンセントラル鉄道は裁判所の監督下で1976年まで運行を続け、この年に、北東回廊は旅客輸送のためにアムトラックへ移管され、 残りの部分は新しく政府が出資して設立されたコンレールに移管された。当初コンレールはニュージャージー州運輸省との契約の下で通勤輸送を行っていた。1979年に通勤輸送は新しく州が設立したニュージャージートランジットに買収された。バーリントンマウントホーリー鉄道は1849年に開通し、 バーリントンから南東へマウントホーリー軍区までの支線となった。開業時点からこの会社はカムデンアンボイ鉄道の支配下にあった。ベルビディア・デラウェア鉄道もまたカムデンアンボイ鉄道参加で1851年から1855年にかけてトレントンから北へベルビディアまで段階的に開業した。ベルビディア・デラウェア鉄道は ユナイテッドニュージャージー鉄道運河により1876年1月1日に借り受けられた。フリーホールドジェームズバーグアグリカルチュラル鉄道はカムデンアンボイ鉄道のジェームズバーグから東へフリーホールドまで1853年に開通した。これもまたカムデンアンボイ鉄道の参加であった。1866年1月に 新しいトレントン市線のモンマスジャンクションと当初の本線のジェームズバーグを結ぶ連絡線が開通した。この路線はフリーホールドジェームズバーグアグリカルチュラル鉄道の路線特許で建設されたものであったが、1874年7月29日にユナイテッドニュージャージー鉄道運河へ移管された。1879年7月16日付の契約により、 同年6月1日に遡ってこの鉄道は、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河が借り受けることになった。ミルストンニューブランズウィック鉄道は1854年に開通し、ニュージャージー鉄道の南端に近いミルストン、ジャンクションから西へ、ミルストンへと走っていた。ミルストンニューブランズウィック鉄道は1915年4月21日に、 強制執行により買収された。ボンハンプトンへの支線は1860年に開通した。1864年にラーウェイから南へパースアンボイまでの支線として、パースアンボイウッドブリッジ鉄道が開通し、ニュージャージー鉄道により運営された。1889年6月26日付の契約により、1891年1月1日から、 ユナイテッドニュージャージー鉄道運河が借り受けることになった。ロッキーヒル鉄道は1864年にカムデンアンボイ鉄道のキングストンから急線に沿って北へロッキーヒルまでの支線として開通した。カムデンアンボイ鉄道は1869年11月22日に借り受けて1870年6月1日から運行を開始した。 カムデンバーリントンカウンティ鉄道は、カムデンから東へマウントホーリーまで走っており、1867年にカムデンアンボイ鉄道による運営で開通した。1868年にカムデンアンボイ鉄道は、ビンセンタウンブランチオブ、バーリントンカウンティ鉄道を借り受けて、間もなく公式にカムデンバーリントンカウンティ鉄道をも借り受けた。 ペンバートンハイツタウン鉄道は、カムデンアンボイ鉄道のハイツタウンから南へペンバートンまで、1868年に、カムデンアンボイ鉄道の借り受け、営業で開通した。ニュージャージー鉄道は1868年3月30日に、ハーシムスの水面下の土地の買収を認可され、この年は後に、ハーシムス支線が接続する大きな貨物ターミナルとなった。 1869年、マウントホーリー・ランバートンメドフォード鉄道が、カムデンアンボイ鉄道の借り受けで、マウントホーリーから南へ、メドフォードまで開通した。1870年4月に、センターストリート橋を通らずにパセイ行く側を横断して、直接結ぶ新しい路線が開通した。古い橋は、貨物用及び、市街地への運行用に残された。 新線には新しいマーケットストリートの駅が含まれ、これは現在のペンシルベニア駅となっている。コロンバス・キンコラスプリングフィールド鉄道は1871年3月11日に借り受けられた。マーサーサマーセット鉄道は1871年10月1日に借り受けられた。1872年にデラウェア川沿いの工場まで、 フローレンス軍区からの支線が建設された。ミルハム支線は1876年に開通し、トレントンの北東側で急線と新線を連絡した。カーニーの2本の支線も買収された。メドーズ支線は1917年から1918年にかけて、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河により建設され、メドーズ第二支線は1917年10月15日に、 ニューアークファクトリーサイツから買収された。当初のカムデンアンボイ鉄道の路線及びトレントン市線のカムデンのパボニアヤードからトレントンまでは1999年まではコンレールのボーデンタウン支局に含まれていた。現在はニュージャージートランジットのリバー線として機動車が運行されている。貨物列車も夜間に運行されている。 トレントン一線の残りの区間はアムトラックの北東回廊となっている。当初の路線のボーデンタウンからロビンズビルまではコンレールのロビンズビル専用線となっている。ロビンズビルからハイツタウンまでの線路は撤去されている。残りのサウスワンボイまでの路線はコンレールのハイツタウン一線及びアンボイ支局となっている。プリンストン支線はニュージャージートランジットによって 旅客営業が継続されている。トレントンの急線はなお貨物用に使用されている。キングストンからモンマスジャンクションまでの急線は1983年にコンレールによって廃止された。フローレンス支線は現存する。トレントンから東へマンハッタントランスファーの後までの49マイルの路線は北東回廊の一部となっている。そこから東へ ザ・パリセーズの東側まで、パストレインと、コンレールのパセイクハーシムス線が、線路敷地を共同で使用している。ザ・パリセーズよりも東側では、エクスチェンジプレイスまでの効果は概ね取り壊されており、ハーシムスまでの蓄定以外の効果構造物も、同様である。しかし、パストレインが、この敷地に沿って運行されている。ありがとうございます。